カバレラ・コンスピラシーは、ブラジルのメタルシンガーである、マックス・カバレラが2007年に立ち上げたヘビーメタルバンド。ブラジル音楽界でも最大級の世界的成功を収めたメタルバンド、セパルトトラ。その中心メンバーであったマックスとイゴールのカバレラ兄弟が、マックスの同バンド脱退後10年来続いた確執、対立を経て和解し、新たに立ち上げたサイドプロジェクトである。 キャバレラコンスピラシーと関するバンドには他に、ソウルフライのギタリストであるマーク・リゾ、フランスのヘビーメタルバンドゴジラのフロントマンを務めるジョー・デュプランティエが、ベーシストで参加しており、白、ベー、フッツ3カ国の大物メタルプレイヤーが結集した、スーパーグループの一面も持つ。元セバルトラの、カバレラ兄弟の復活というトピックとともに、メタルシーンにとって、 大きな話題を呼ぶバンドとして注目される。2008年2月にメタルの老にロードランナーレコードよりファーストアルバムインフリクテッドがリリースされ、翌年にはサマーソニック出演により来日公演を行っている。マックスカバレライゴールカバレラ、ありがとうございます。